34年ぶりの大雪になった鳥取では、国道9号などで一時少なくとも250台の車が立ち往生しました。現在も渋滞は続いています。午前0時半です。国道9号はご覧のように多くの車が立ち往生しています。これは11キロ先が積雪の影響で通行止めになっているからです。5時間ぐらい多分いると思います。勘弁してほしいって感じですね。国土交通省などによりますと、国道9号では昨日午後から少なくとも150台の車が立ち往生し、県などが燃料や食料、水を配り、ドライバーの支援に当たりました。立ち往生した車を順次撤去するなどして除雪を進め、現在はほぼ解消したということです。また山陰道でもおよそ100台の車が立ち往生していましたが、こちらも解消されました。渋滞は続いているということです。